前原市立東草の小中学校は、かつて、滋賀県前原市にあった、公立小学校、中学校。前原市内で、唯一の小中併設校であった。坂田郡伊吹町時代から、児童数が少なかった。前原市の発足後、2006年頃から、児童数の減少による学校の存続についての、検討がなされた。2012年3月に、東、 草野小学校が2015年3月に東総野中学校が休校し2020年3月31日までどちらも休校であったが同年度で廃校となった廃校後の校舎について活用が検討されている文校は東草野小学校高津原文校東総野中学校高津原文校があった学校のある吉月地区は周辺三地区ともに 2014年3月18日に重要文化的景観の遠草野の山村景観に指定された。小学校、中学校ともに学区は同じであり、高津原、極国、甲賀、吉月地区だった。2013年4月1日、文校の学区は本校に統合された。平成23年第10回、定例教育委員会議事録、前原市、 2020年7月20日閲覧。米原市立学校設置条例。米原市。2020年7月20日閲覧。平成14年度いぶき町立省。中学校児童生徒数。国立国会図書館。2020年7月21日閲覧。AB。米原市立幼稚園及び小中学校の今後のあり方について。米原市。 2020年7月20日閲覧、ABC 前原市合併10周年。前原市。2020年7月20日閲覧、議案第29号前原市立学校設置条例及び前原市立学校体育施設等利用条例の一部を改正する条例について。前原市。2020年7月20日閲覧、ABC 令和2年第3回米原市。 定例教育委員会。米原市。2020年7月20日閲覧。米原市地域防災計画。米原市防災会に。米原市。2020年7月20日閲覧。AB。米原市立学校通学区域を定める規則。www.city.maibara.lg.jp。2020年7月20日閲覧。 重要文化的景観、東草野の山村景観、米原市。www.city.maibara.lg.jp。2020年7月20日閲覧。東草野の山村景観。2020年7月20日閲覧。abcde、平成16年度教育課程推進モデル校、研究報告。米原市立東草野中学校。 2020年7月20日閲覧。ありがとうございます。